ホワイトハウス内で記者会見を行うロナルド・レーガン大統領イランコントラ事件はアメリカ合衆国のロナルド・レーガン政権がレバノンでシーア派テロリスト集団に捕らえられているアメリカ人の解放を目的としてイランと裏取引をした上にアメリカ国家安全保障会議から同国へ武器を売却しさらにその代金をニカラグアの反共派ゲリラ コントラの援助に流用していた事件。1986年に発覚するや、アメリカ国内のみならず、世界を巻き込む政治的スキャンダルに発展した。イランゲートと言われた。イランアメリカ大使館、人質事件1985年8月に、アメリカ軍の兵士らが、レバノンでの活動中、イスラム教師や派系過激派であるヒズボラに拘束され、人質となってしまった。 人質を救出するため、共和党のロナルド・レーガン政権率いるアメリカ政府は、ヒズボラの後ろ盾であるイランと非公式ルートで接触し、イラン・イラク戦争でイラクと戦っていたものの、劣勢であったイランに対し、極秘裏に武器を輸出することを約束した。このような状況下でのイランへの武器の輸出の提案は、ヒズボラ及び西欧諸国での爆弾テロを支援したグループに対する、 影響力を持つイランの関心を買った。しかし当時のアメリカは、イラン革命後の1979年に発生した、イランアメリカ大使館、人質事件により、イランとの国交を断絶しており、当然のことながら、イランに対する武器輸出を公式に禁じていた上に、政治家や官僚、軍人による、同国政府との公式な交渉も禁じられていた。さらに、 イランの敵国であるイラクとアメリカは国交があり、このことが明るみに出た場合アメリカとイラクとの外交上の問題となることは必死であった。コントラの兵士ロナルド・レーガン大統領時々の承認を受けて極秘裏にイランに対して武器を輸出したばかりか国家安全保障担当補佐官のジョンポインデックスターと国家安全保障会議軍政部次長で アメリカ海兵隊のオリバーノースチューサラがイランに武器を売却したことで得た収益を、左傾化が進むニカラグアで反政府戦争を行う反共ゲリラ、コントラに与えていた。アメリカの裏庭とも揶揄される中南米にあるニカラグアは、1979年のニカラグア革命により、40年以上続いた新米の、そもそ王朝独裁政権が崩壊し、キューバ及びソ連に支援され、 社会主義よりのサンディニスタ、民族解放戦線政権が統治しており、中南米の石化を警戒し、冷戦を戦い抜こうとするアメリカにとっては、眼下できないことであった。しかし、イランへの武器輸出と、反共ゲリラへの資金流用というそれぞれの行為は、本来なら、必要である議会の了解をとっていなかったばかりか、当時民主党が多数を占めた議会の議決に完全に反していた。 また、この時、アメリカのイランとコントラの双方の交渉窓口は、ロナルド・レーガン政権において、副大統領だったジョージ・ HW ・ブッシュであったと、され、この、ブッシュの関与が、後の民主党政権下の連邦議会における、公聴会で取り上げられたが、その真相は今もってうやむやである。オリバー・ノース・中佐この二つの行為が、明らかになった後、オリバー・ノース・中佐は、全米に、 テレビ中継された連邦議会での公聴会における証言によって著名になった。同事件において、ノース中佐は武器ブローカーを通してイラニへ武器を密輸する計画の責任者を務め、そこで得られた資金でニカラグアの反政府組織コントラへ資金援助の道筋をつけた。ノース中佐はまたコントラを援助する目的に用いられた秘密のネットワークの設置にも関与していた。 1986年11月、ノース・中佐は、レーガン大統領直属となり、1987年に、イランコントラ事件を調査するために設定された、両院協議会のテレビ公聴会に先立って、証言のために召喚された。聴問の間、ノース・中佐は、自分が議会に対し協議の証言をしたことを認め、このことによって、後に告訴されることになった。ノース・中佐は、 自分が自由の選手とみなしたコントラを援助する目的が正しいものであることを信じていると述べることで自身の行為を弁護した。そして非合法のイランコントラ計画を素晴らしいアイデアであると自分は考えていると述べた。イラクのサッターム、フセイン大統領に事件の説明を行うリチャード・マーフィー国務次官補1988年にノース中佐は・チューザは 国家安全保障会議に所属していた時の活動に関係して法廷に立った。ノース中佐は16の重罪で告訴され、1986年5月4日の判決で、収賄・弔問議会の妨害の支援及び、法助、書類の破棄の3つの罪状で有罪を宣告された。そして1989年11月5日、ゲートハルト、エーゲゼル連邦地方裁判所判事によって、 執行猶予3年、保護観察2年、罰金15万ドル、1200時間の社会奉仕活動の刑を宣告された。しかしながら1990年7月20日、3人の判事からなる上訴審査委員会は、上告審において、ノース仲裁の有罪判決を覆した。ノースが以前行った公開の場での証言によって、公正な裁判を受けるノースの権利が侵害された。 可能性があるとの理由だった。連邦最高裁はこの訴訟の再審理を却下した。ゲゼル判事は1991年9月16日、独立検察官の同義による面積問題する公聴会の審議を経て罰金の判決を棄却した。本来、ノース中佐には議会証言に対して限定的面積を与えられており、この先生証言は、 審議における証言に影響を与えたとみなされたので、有罪判決は覆されたのであった。この頃のイスラエルは、アメリカによる極秘裏の支援が開始される以前からイランを支援し、武器を密輸出していた。イラン革命の直後に、イラクに攻撃されたイランは、国際的には、敗北必至と判断され、実際に戦死者はイラクを遥かに上回っていた。革命後のイランは、反イスラエル、反、 シオニズムが国税であったが、戦争敗北の恐れから、イスラエルからの武器援助を快諾した。戦争時、イランの武器輸入総額は、半分がイスラエルからのものであった。そのイスラエルが販売する武器は、友好国であるアメリカや西欧諸国の軍が使用する、スータの最新兵器であった。アメリカ政府はこれに目をつけ、人質解放のために、身の代金として、 アメリカの武器をイランへ輸出するように要請した。これはイランとの武器貿易を公式にしたいイスラエルにとって望むところであり、アメリカはイスラエルによるイランへの武器輸出を承認し、密貿易は公式な間接貿易となった。これによって人質の一部が解放されたが、その頃からイスラエルはアメリカの代理人としてイランへ武器を輸出することを渋るようになった。そのため、 アメリカ政府は直接イランに対して武器を密輸出するようになったがこれが発覚してスキャンダルになってしまった一方ニカラグアのコントラに対してももともとは査計化が進む中南米でニカラグアをはじめとする複数国でウハゲリラを積極的に支援していたイスラエルが単独で支援していたアメリカも1970年代前半は 反共ゲリラを公式に支援していたが民主党左派であるジュミー・カーター大統領によってその支援は非合法化された。その後アメリカはイスラエルを介して間接的に援助するようになりイスラエルは数十にわたってアメリカの代理人となって反共ゲリラに対してアメリカの最新兵器を輸出していた。レーガン政権はイスラエルの外交を利用して イランとニカラグア双方と接触したものの、暴露されてしまった。イスラエルは暴露の前に、アメリカとのこのような取引を生産しようとしており、スキャンダルによって攻撃されることは免れた。その後のイランの政治状況の変化を受けて、一転してイスラエルは反イランの姿勢を強めている。ありがとうございます。